それから、証明中ですけども、証明打ちは。上げてから打つ、上げて、間合いを取って。打ちます。これがしっかり頭の。上から、こう落ちてくるように。ですね。まあ、こういう打ち方です。これが、当たらないのに。技をかけにいくということは、相手が当ら、当たらないものを、間合いが、間違っているのに。 攻めるっていうのは今度はトリガーが今度おかしくしてしまうので受けがまずしっかり打ったところからトリガースタートしないとお互いに変な合気道形を覚えてしまうまあ可能性があると思います先生はしっかりだから手は上げながら打つんじゃなくて上げながら来たらこう入っちゃいますからねだからしっかり 上げてこう来たらこれを払い落とすぐらいまず上げてこれで払い落とすぐらいことができるぐらいこれは上げながらだとここで入られちゃうまあそういうことですね怖かったですねあの一番最初にお会いしたときはホ、えーム道場にお伺いをして 白帯を締めてで先生の元に行ったわけですけどもまああの私がその高校時代にやってた三年間とは全くスタイルが違うんですね、えー、先ほどのように呼吸法の場合はモルテでしっかり持つそこからスタートなんですねだけど高校の時は私はあのしっかり持ったとこからやってなかったんですねだから要はその学生同士でも三年生四年生にしっかり持たれたら 私は全然身動きもできなかったような状況だったんですよ。で、それがこういうのを崩すことができるんだろうかっていうのは、すごい疑問を持って本部道場に行ったわけなんですね。だから、その、それをが、先生がこう近くに来ていただいて、まあ、持ちなさいっていうことで、こう持った時には、私はもう思いっきり持ちました。でも、軽々と上 <laughs> が上げられるんですよ。だから、その。 軽々ととげられたことが僕はすごい嬉しかったんですよね。自分ができないことをこの先生はいとも簡単にそれも涼しい顔してやっちゃうわけですよねそれは僕は非常に嬉しかったその時に私はそのこの先生から4年間しっかり学んでみようと思いました。えとやっぱりその,その最初の稽古の時に、まあ、照明打ちの一挙から先生に教えてもらいましたけれどもベクトルの話をするんですよ。 だからそのベクトルっていうのは、まあ、足はしっかり横まあ、っすぐ前にこう前後の動きですよねそれからまあ一挙運動で手は天地を結ぶ縦の動きそこをしっかりこう崩したことによって力っていうのはこうベクトル的な作用をするんだとだから手で最初からこういっちゃダメなんだとそう,、ね、うそういう話を初めて聞きました。 だからその非常に力学的でですねわかりやすかったんですよ変なその機能使い方だとかなんかこの神様が出てきたりしないんですよねえあくまでもこう術理としてのそう根本的なボ物理的な話をされるので僕はすごいその時に衝撃を受けましただからその相撲の技っていうのはそのいろんなこの気の流れだとか言わなくても しっかりその説明ができるものなんだと力学的なものなんだっていうような印象をその時は持ちました、はいまあうちの大学はあ荒稽古の法制って昔から言われてですねまあ私の時はもうそれがちょっと薄らいだ状態だったかもしれませんけどそれでもかなり厳しかったと思います靖国神社は裏,裏にあるんですよ法制大学の体育館の裏に。もう必ず靖国神社の周りをを回回るか皇居を回って それで帰ってきた後に必ずそれから補強運動で腕立て伏せしたり手押し車をしたり倒立歩をしたりまあ,そういうことあと首上げをしたりとかまあそういった基礎鍛錬をした上で初めてまあ一挙からまあ呼吸法からまあ普通の技に入ってい最後は呼吸法まあそういう稽古の仕方をしてました。ただ一はあの最初に首相が出てでえ受けの 3年生が出て今度は1年生や4年生の方にこう行って技をやると思うんですけどもうそかかららもうずっっと投げられてばっかりですだからもう受け身はもう飛び受け身当時は飛び受け身でしたからもうその主将がやった技なんかも何でも関係なくて投げをもう何回も何回もやられてそういう稽古でしたよね。のの我々ががやってたあ 普通の体力、その上で技があるんだっていうような稽古法が <laughs> うちの大学だったと思うんですねだから体力がないのに例えば投げたりそんなことはできないわけですよ怪我しちゃいますからだから怪我しないように体も鍛えて、まあ、受け身もできるようになって、まあ、それであの技をやる、まあ、それがもうその時のの時当たたり前の姿だったんですね先生も多分そういうふうに思われてたんだと思います。 あのそれほどこう怪我をするようなあの稽古を強引にするっていうことはまあできないですしもうずっと投げてるなんていう理不尽なやり方も多分今の学生にはできないと思います。まあ、だ,からだけどやっぱりそのしっかり体を鍛える鍛えたことによって4年間合気道をやってそれで卒業してもう相気道やめてしまうかもしれないけどでも鍛えたことっていうのはその後も残るので。 まあしっかり体を作りをするということと、それからそのまあ今流で言えばあの昔とは違うので、ちゃんと考えた稽古をする、しっかり課題を持つ。で課題を持たなければ先生を見るときも違ってくるはずなんですよね。だから僕らも自分ができないことをこの先生だったらどうやってやるんだろうっていう目線で見るから。 見ることになってそれがこう学びにつながるわけでそういう課題も何も持たないでただ見てたら先生の言うことも見たことも左から右に流れて何も残らないということになるから、まあ、それはやっぱり課題をしっかり自分で持った上で、えー、何ができない何ができる、まあ、そういうことをしっかりと、まあ、そのレベルに応じて、まあ、それでやっていくということが必要だと思いますね。 入りみっていうものが、それまそこまその時まではどこにいり、どこが入り身なのっていうのがわからなかった。まあ、だから入り身投げって言ったって転換投げでしょっていう感覚でしかなかったところが。まあ、先生はその入りみっていうことと転換ということをちゃんと分けられて説明されたから。入り身自体が。体裁ばきで、そこから技に展開することもあるんだなと。まあ、いうことが初めてわかる。先生はくどくどは言わないんですよ。 ぼそっと言うんですけども、それでハッとこう思えるかどうか、あのすて銃を教えるんじゃなくて、まあ一か二かを言ってあげるんだけども、まそこから相手の気づきがこう誘い出せるようなを指導とされてたのかなと思います。声も聞きづらかったですし、聞き耳に立てないとよく分からなかったんですけども、あのそういうことであれば。 よくみんな聞くようになるだろうって先生も言われた時あるので、まあ、そういう思いもあったのかなと、まあ、そんな風に感じました。